こんにちは、沢本智里正人でございます。ぼんちおさむです。こんにちは。まあ非常に重い話のことでございますので、軽々にはちょっと言えませんけれども、まず僕からちょっといらっしゃるのでいいかな。だったら、いい大人になっておりますので、このハンセン病なるもので苦しんでこられた方々が今もまだこれからも平等やとは言いながらも、これからもそういう病にかかってまう方が出てくるわけですけれども、ただしこのハンセン病なるものが昔のように不治の病というか、ましてや人にうつるというようなことが今はもう全くないというのを、大人として僕は強い気持ちでこれから未来の方に伝えていかなあかんなと正直思ってます。僕らも小さい頃からね、このハンセン病というのはよく耳にし、聞き、そして、ね、映画も見てました。砂の器というやつでね、すっごい差別受けてね、隔離されて、それで出産するのもね、ままならない、もう出産したらダメやみたいなことを言われて、本当にひどい仕打ちをもう受けられて、でその頃は本当にもう治らないって、先ほど相方みたいに治らない、ね、病となってましたが、今となってもずいぶん前からですね、もう本当に感染してもちゃんと治るようなお薬も出てる、もうできてるんで、もうこれは別にね、もうみんながよけて通るところじゃなくて、みんながそれ妹前から手出して握手をして頑張ってくださいとか、もうそれを言えるような感じで我々も接していきたいと思います。はい、一つそういう方に対して、差別のないようにだけは、皆さんよろしくお願いします。では、せーの、シンクナハンセン病。